アベンジャーズ、エイジオブ、ウルトロンは、マーベルスタジオが制作、ウォルトディズニースタジオモーションピクチャーズが配給した2015年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画である。マーベルコミックのスーパーヒーローチームであるアベンジャーズをフィーチャーした2012年の映画アベンジャーズの続編で、様々なマーベルコミックの実写映画を同一の世界観のクロスオーバー作品として扱う。 マーベル・シネマティック・ユニバースとしては、第11作品目の映画である。前作と、同じく、再び各作品のヒーローらが集結し共闘する。脚本、監督は、ジョス・ウェドンが務め、ロバート・ダウニー・ジュニア、クリス・エヴァンス、マーク・ラファロ、クリス・ヘムズ・ワース、スカーレット・ヨハンソン、ジェレミー・レナー、コビー・スマルダーズ、サミュエル・エル・ジャクソン、ジェームズ・スペーダー、エリザベス・オルセン、 アーロン・テイラー・ジョンソン、トーマス・クレッチマン、ポール・ベタ・ニーラがアンサンブル演技を行う。2、続編企画は2012年5月にアベンジャーズの成功を受けて発表された。前作の監督であるウェドンの監督と公開日は2012年8月に発表された。2013年4月にウェドンは脚本の草案を完成させ、キャスティングは 同年6月にダウニー・ジュニアの再契約から始まった。2014年2月より第2版が南アフリカで撮影を開始した。同年3月よりイングランドのサリーのシェバートンスタジオでの主要撮影が開始された。他にアメリカ合衆国、イタリア、韓国でも撮影が行われた。アメリカ合衆国では2015年5月1日に公開された。日本公開は 当初2015年4月25日を予定していたが、7月4日へ延期された。日本でのキャッチコピーは、愛を知るう、全人類に捧ぐ。世界を滅ぼすのはアイアンマン。である。続編として、2018年4月27日に、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー、2019年4月26日に、アベンジャーズ・エンドゲームがそれぞれ公開された。 shield の生き残りからの情報でヒドラ残党のリーダーバロン・ストラッカーが極秘裏にロキの杖を使い人体実験を行っていることを掴んだアベンジャーズは東欧底部屋にあるヒドラの研究施設を襲撃したストラッカーは人体実験で特殊能力を得た双子ワンダ・マキシモフとピエトロ・マキシモフを解放し抵抗スティーブラはストラッカーを逮捕し 施設内のコンピュータに残っていたデータを収集する。その途中、トニーは、ワンダの能力によって、アベンジャーズの全員が、サノスとの戦いに敗れて生き耐えている幻覚を、見せられる。アベンジャーズタワーで杖を調査し、杖の先の宝石の中に、人工知能らしきものを発見したトニーは、これを解析して、自身が発案していた、ウルトロン計画に役立てることを提案。当初は難色を示した。 ブルースも手伝うことになる。ある夜、作戦成功と層の層別を兼ねたパーティ中に、宝石の中の人工知能が、ウルトロンとして、突如自我に目覚める。地球を救うためには人類を根絶しなければならないと、主張し、人工知能、JRVIS を破壊した、ウルトロンは、アベンジャーズと交戦、自己意識を、ネットワーク上に逃がし、杖を奪って、姿を隠す。 ウルトロンを作ってしまったトニーとブルースはメンバー全員に責められるがトニーは自分がウルトロンを開発しようとしたのは宇宙からの敵の襲来に備えるためだと語る一方ウルトロンはソコビアの研究施設でストラッカーが途中で止めていた実験を再開し自身のボディを強化するとともにロボット軍隊ウルトロンセントリーを作り始めたさらにウルトロンは 基地から行方をくらましていた、マキシモフ兄弟と接触。兄弟の両親は戦争中の爆撃に巻き込まれて、殺されており、二人は兵器を販売していた、トニー、ヒーテはアベンジャーズに憎しみを抱いていた。二人はウルトロンと手を組むことを決め、ウルトロンは捕らえられていた、ストラッカーを殺害する。次に、ウルトロンは世界最強の金属、ビブラニウムを入手するために、 武器商人のユリシーズクロウが、ねじろとしている敗戦を訪れ、アベンジャーズと交戦。そう、スティーブ、ナターン社は、ワンダの力で幻を見せられ、戦闘不能、クリントは反撃するが、ピエトロが救助に来て二人は戦外へ逃走。外で待機していた、ブルースも、ワンダによって錯乱し、ハルクとなりヨハネスブルグの街を破壊し始め、トニーが、対ハルク用の、 ハルクバスターでそれを食い止めるも、その隙に、ウルトロンはネットに逃亡してしまう。ヨハネスブルグに、甚大な被害をもたらし世界中から避難を浴びた、アベンジャーズは、バートンの家族が暮らす農場にかくまわれた。ワンダによって、トラウマを刺激されたメンバーは苦悩するが、そこに死を偽装して、姿を喰らませていた、ニック・フューリーが訪れ、皆を叱咤する。謎の存在が、ウルトロンから、 核ミサイルの発射行動を守っているという情報をフューリーから得たトニーはノルウェーのオスロにあるインターネット基地へスティーブたちはウルトロンを追って韓国ソウルへと向かう一方ソウは自分の見た悪夢の意味を探るため友人のエリック・セルビグ博士と共に入ることで知識を得られるノルンの洞察の泉を訪れインフィニティストーンの夢を見る新たな体で復活した ウルトロンはソウルでヘレンチョ博士を洗脳し彼女の研究する人工皮膚細胞と杖の先端にある宝石そしてビブラニウムを組み合わせ細胞再生装置で最強の人工肉体を作ろうとする途中ウルトロンの心を読んだワンダは彼の本当の目的が人類を滅亡させることだと気づきピエトロと共にウルトロンから離反追ってきたスティーブラは 彼女たちと協力しクレードルはダッシュできたものの、ウルトロンはナターシャを捕虜にして逃走してしまう。タワーでクレードルを確保したトニーは JARVIS が密かに生き延びてウルトロンから核ミサイルの発射行動を守護していた事実をブルースに明かす。二人はクレードルに JARVIS をアップロードしてウルトロンに対抗しようと試みるがスティーブはそれに激しく反対。 その時層が戻り、ムジョルニアの雷を使って、クレードルを起動させる。誕生したビジョンは、自分を JARVIS でもウルトロンでもない、新たな存在だと語り、ウルトロンの計画を阻止するため、アベンジャーズと共に戦いに赴くことを決心する。新たに3人が加わったアベンジャーズは、捕らえられたナターシャが発信した暗号を頼りに再び、そこビアへ向かう。ウルトロンは、 自らのボディをビブラニウムで強化し、隕石代わりに使うために底ビアの街全体を空中に持ち上げる装置を建造していた。街全体が上昇していく中、アベンジャーズと仲間たちは街に解き放たれたウルトロンセントリーと交戦する。ブルースはナターシャを救助するもハルクに変身したまま、クイーンジェットに乗って姿を消し、子供を救おうとしたクリントを守ってピエトロが被弾し、死亡。 それを知ったワンダはテレキネシスを暴走させウルトロンのコアを破壊するが、ウルトロンセントリーの一体が装置を作動させてしまう。街が急降下し始めるが、ソウとトニーによって街を破壊することで危機を脱し、ビジョンがウルトロンセントリーの最後の一体を破壊し、勝利する。その後、アベンジャーズは運営と基地を一新し、ソウはインフィニティストーンの謎を解明するためアスガルドへと帰還。 クリントは家族のためにアベンジャーズを去り、今回の悲劇の発端を作ったトニーもまたアベンジャーズから一時的に離脱。スティーブは引き続きキャプテンアメリカとして進む道を選び、ナターン社と共にアベンジャーズの進化ニューメンバー4人のトレーニングを開始する。本作ではアベンジャーズの装備の多くはトニーによって開発、改良が進められている。 アメリカ合衆国ソコビア東欧にある小国でマキシモフ兄弟の出身国。政治的に不安定な情勢で紛争が絶えず、国民の多くは紛争で使用された兵器を作ったドニーを憎んでいる。本作序盤とクライマックスの双方でアベンジャーズと敵の戦地となり、序盤ではヒドラの反撃で一般市民にも攻撃の余波が降りかかっていた。クライマックスではウルトロンが 人類絶滅のためにドゥームズゲイデバイスを起動し、首都を浮上させ、隕石として地上をめがけて落下させた。しかし、トニーのユニビームと装の雷撃により首都は粉砕され、危機は去ることとなる。南アフリカ共和国イギリスノルウェー韓国のルンの、洞察の泉所在地不明の洞窟内にある、アスカルド出身の泉の姓、ノルンが宿る泉、9つの世界を映し、 泉に入った人物の意識を読むが、入った者は不幸に襲われるとも言われる。ワンダによって見せられた悪夢から、インフィニティストーンを垣いまみた層は、その詳細を知るために、セルビグと共に、ここへ赴き、泉へ使った。そして近年に地球を中心に四つのストーンが、表だった場に現れたことを知った。2011年10月、ファイギは、ニューヨークコミコンにて、 アイアンマンさんはこのサーガの第二段階の一作目となり、アベンジャーズ2で完成すると述べた。2012年3月、一作目の監督のジョス・ウェドンは続編がより小さくなる。より個人的。より苦しい。自作でキャラクターたちに起こる出来事は、一作目でやったことの焼き直しであってはならない。テーマを持つことによってそれ自体は新鮮で、 有機的になると述べた同年4月、アベンジャーズのプレミアにて、ファイには、スタジオがウェドンが、監督続投する、オプション契約を結んでいることを明かした。同年5月、一作目の公開が成功すると、ディズニー CEO のボブ・アイガーは続編を企画中で、あることを発表した。キャストメンバーの多くは、潜在的に続編に出演する契約を交わしていたが、ロバート・ダウニー・ジュニアは、 アイアンマン3で契約が切れる予定であった。2012年のコミコンインターナショナルで、ウェドンは監督続投が未確定であると発言した。しかしながら、同年8月、アイガーは、ウェドンが続編の脚本、監督、さらに ABC で放送される、マーベルのテレビシリーズ、エージェント・オブ・シールドの企画を務めることを発表した。さらに同月末、 ディズニーは2015年5月1日公開予定を発表した。ウェドンは一作目の時ほど制作をせかされなかったと述べた。2012年12月のエンターテインメントウィークリーでのインタビューでウェドンは映画のアウトラインが完成したことを明かした。2013年2月ジェームソン・ダブリン国際映画祭にてウェドンは死が続編のテーマになると発言した。 同年3月、ウェドンは、スター・ウォーズエピソード後、帝国の逆襲と、ゴッド・ファーザー・パート2のようなインスピレーションが見えたと、述べた。また、同月、前作でハルクを演じたマーク・ラファロは、続編でも、同役を務めることをツイートした。2013年4月時点で撮影は2014年初頭より、イングランドのシェバートン・スタジオで、開始予定であった。アイアンマン3のハリウッドプレミアにて、 ウェドンは、脚本の草案が完成し、ストーリーボードの作業が始まり、俳優たちと会っていることを明かした。また彼はコミックから、兄弟、または姉妹の要素が含まれることを明かした。ウェドンは、後に、それらが、クイックシルバーとスカーレットウィッチを指していることを明かし、デートナイトウィズ・ジミー・ファロンに出演した際に彼は、私はそれらを読んで育ったという事実だけでなく、 彼らの力は非常に視覚的に興味深いものだ。一作目で抱えていた問題の一つで、どのキャラクターも基本的にパンチの効いたパワーを有していた。超スピードを持ち、呪文と少々のテレキネシスを持ち、みんなの頭の中に入り込むことができると説明した。2013年5月、ダウニーはマーベルスタジオとの契約を延長し、本作及びアベンジャーズの3作目で、 アイアンマン役を務めるための交渉を行った。同月、ケープタウンフィルムスタジオズの会長は、マーベルスタジオが、南アフリカのケープタウンでの撮影に興味を示していると述べた。2013年6月までに、アーロン・テイラー・ジョンソンは、クイックシルバー役の交渉を行い、同年7月に報じられた。6月末、ダウニーは本作及び3本目の、 アベンジャーズでアイアンマン役を務める契約を交わした。またマーベルは2014年3月に撮影を開始することを発表した。2013年のコミコンインターナショナルでのウェドン。2013年のコミコンインターナショナルにてウェドンは本作がエイジオブウルトロンというサブタイトルを有することを発表した。このようなサブタイトルであるにもかかわらず、 本作は2013年のコミックミニシリーズ、エイジオブウルトロンには基づいていない。ファイギは、我々はいくつかのタイトルを思いついたが、毎月新しいコミックが登場し、それは、素晴らしいタイトルだ。エイジオブウルトロンは、素晴らしいタイトルだ。我々はいくつかの他の、オブウルトロンズを考えていたが、これがベストだった。だから我々はそのタイトルを借りたが、 ストーリーは数十年に及ぶアベンジャーズのストーリーラインから撮っていると述べた。加えてウェドンは以下のように説明したこの続編ではウルトロン誕生のストーリーを我々独自のバージョンで語ろうと思っているんだ。原作ではハンク・ピムがウルトロンを作ったから多くの人は続編に登場すると思っているだろうけど違うんだ。映画では 基本的に使用可能な材料のみを原作コミックから起用するつもりさ。でも、いろいろと写真しなきゃいけない要素はあるけどね。ウェドンはまた、ウルトロンの関与により、映画がダークなトーンとなり、さらに、ホークアイとブラックウィドウが再登場することを明かした。本作のタイトルは、一作目の黒幕であったサノスがメインビランとなると予想していたファムを驚かせた。ウェドンは、 サノスの関与について尋ねられた際、我々は地に足がついていなければならない。それはマーベルユニバースをクリックする現実世界とそれらの関係の一部である。それはサイエンスフィクションでサノスにはその元がないわけではないが、サノスは次のヴィランであるというつもりはなかった。彼は常に悪と闇との君主であると答えた。2013年8月。 クリス・エヴァンスは監督デビュー作、1時30分トレーンの制作が終わった後に、キャプテン・アメリカ役に復帰することが報じられた。同月末、サミュエル・エル・ジャクソンが、ニック・フューリー役を続投することが報じられた。さらに同月、マーベル・スタジオが、スカーレット・ウィッチ役として、エリザベス・オルセントの交渉に入ったことが報じられた。同月末、マーベルは、ジェームズ・スペーダーが、 ウルトロン役を務めることを発表した。2013年9月、クリス・ヘムズワースとスカーレット・ヨハンソンがそれぞれ、ソーとブラック・ウィドウ役で続投し、またヨハンソンは1月に撮影が始まることを明かした。また同月、その役柄のためにスペーダーの頭と体のスキャンが行われた。2013年10月、サミュエル・エル・ジャクソンは、エリザベス・オルセンが、 スカーレットウィッチ役にキャスティングされたことを明かし、またテイラー・ジョンソンが2014年のゴジラ・ゴジラのプロモーションのスケジュールとの調整後にクイックシルバー役を務める契約を終えた。2013年11月、マーベルは公式にオルセンとテイラー・ジョンソンの参加を認めた。2013年11月、コビー・スマルダーズが再びマリア・ヒル役を務めることがインタビューで明かされた。 また同月、ファイギーは、アベンジャーズ、エイジオブ、ウルトロンのテクノロジーとファンタジーをもとしたヒーローの間の適切なバランスについて以下のように語った。アイアンマンはテクノロジーのヒーローであり、彼の映画は常にテクノロジーに基づいている。最初のマイティソーはファンタジー分野であるアスガルドとソーを、より現実的なマーベルシネマティックユニバースに導入し、それは魔法のように見えるが、 科学とテクノロジーの別の形であると説明する。我々は明らかに、ウルトロンをテクノロジーから出すが、エイジ・オブ・ウルトロンのストーリーラインを組み上げる際に、これまでの MCU で確立したツールをすべて使用する。同月末、アメリカ合衆国での撮影もスケジュールに入れられた。2013年12月までにドンチードルが映画の一部に参加することが決まった。 2014年1月、トーマス・クレッチマンがバロン・フォン・ストラッカー役にキャスティングされた。2014年1月24日、マッチ・アド・アバウト・ナッシングのフランス公開時のプロモーションの際に、ウェドンは映画のつながりについて以下のように述べた。僕は自分の映画を一作目だけを見た、または一作目を見ていない人々を想定して作らなければならない。僕は誰もがマイティ、 そう、キャプテンアメリカ、アイアンマンを見ていると仮定することはできない。僕は次の映画に進み、起こった出来事に忠実にするが、奴隷にはならない。僕がモデルにしている作品は、ゴッドファーザーパート2で、それは前作との間に多くの出来事が起こり、異なった映画となっているけど、情報を必要としない。すべてその映画の中にあるはずだよ。同日、ホルテディ。 バード協会は2014年3月に、イタリアのワルレ・ダオスタ州のフォートバールやアオスタ、ドナス、バール、ポンサン・マルタン、ベールでの撮影予定があることを発表した。また同月末、韓国のインチョン広域市やソウル特別市で撮影される予定で、またキムスヒョンが役名不明でキャスティングされたことが報じられた。2014年2月、ハウテンフィルムコミッションは、アクションシーンを 南アフリカのヨハネスブルグやハウテン州の地域で撮影し2月半ばに撮影が始まることを発表した。同月以前の MCU 作品で JARVIS の声を務めていたポール・ベタニーがビジョン役にキャスティングされた。撮影は2014年2月11日にヨハネスブルグで始まった。第二版のスタッフは2週間にわたってヨハネスブルグ中央ビジネス地区で メインキャスト抜きでアクションシーンを撮影する。2014年2月、インダストリアルライトマジックはロンドンに新施設を設置し、さらにバンクーバーの施設を拡張する計画を発表した。イルムは拡張の触媒としてアベンジャーズシリーズとスターウォーズシリーズを挙げている。2013年のコミコンで公開されたティーザーとジョス。 ウェドンの短いインタビューは2013年9月24日に発売されたアイアンマン3ブルーレイのセカンドスクリーンのコンパニオンアプリとして視聴可能である。層の層別を兼ねたパーティーで層の腰を飲んで伸びてしまい、両脇を抱えられながら退場をしているのは原作者のスタンリー。この時のエクセルシオールというセリフはリーの代名詞の言葉である。また、その後の皆で、 そうのハンマーを持ち上げようとするシーン。スティーブだけがわずかに動かせたように見えるが、制作社長であるケビン・ファイギは、キャプテン・アメリカは常に素質があった。エージ・オブ・ウルトロンでは礼儀正しくしただけと答えている。コミックでも彼はハンマーを持ち上げたことのある数少ないキャラクターである。また、監督のジョス・ウェドンは天空の白ラピュタのファンであり、本作では、 ラピュタの要素が随所に見られるほか、メンバーがムジョルニアを持ち上げる、エピソード終了直後に、ラピュタのロボット兵がオブジェとして登場している。ありがとうございます。